はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今年もこの企画をやる時がやってまいりました。はい、コンビニコーヒーランキングでございます。まあ、今回も前回と前々回と同じくね、ローソン、ファミリーマート、セブンイレブンの3社のコーヒーを比べるつもりです。で、一応100円で買える範囲のものになるんで、普通のブレンドコーヒーになると思うんですけれども、いくつかセブンとファミムだったかな、なんか特別な110円とか120円の、ちょっとリッチなコーヒーも出してるっぽいんで、それもまた改めて、まあ、この動画の最後でちょっとやるか、別枠でやろうと思っております。で、それ紹介だけとして、とりあえず今回ブレンドコーヒーのランキングを、作っていきます。よし、じゃあ早速買ってきます。よいしょ。はい、お待たせいたしました、買ってまいりましたよと、左からローソン、ファミリーマート、セブンイレブン各社の、コンビニコーヒーでございます。去年は確かローソンはイパネマ農園のイエローブルボンだったかなっていう、ちょっと特殊な軽い感じのちょっとフルーティーなね豆が入っていたんで、まあそれだったんですけれども、今回ちゃんと、ブレンドが復活していたんでこれを買いました。で、今回3社ともそんなに大きな変更点はなく、抽出方法も、まあ、同じくドリップ、ドリップ、エスプレッソという感じになっております。ただコーヒーって農作物ですからね、その年に取れた豆によって味わい全然変わったりするし、それによってブレンドもちょっと配合を変えたりだとか、そういう違いもあるんで、まあ、全く同じものはね毎回飲めないんで、まあ、今回のコーヒーを味比べしていきたいと思います。とりあえずどれからいきましょう。じゃあ前回順位を上げたこのファミリーマートからいきましょう。ファミマは確か一昨年はエスプレッソ抽出の機械を使っていたんだけれども、去年からドリップ方式に変えまして、それによってねすごく美味しくなったっていう結果が出ましたね。今年はどうなっているのか。まあ、100円でね濃いめも選べたんですけど、一応普通のやつを買ってきました。じゃあいただきます。軽いかな。とりあえずこれだけ飲んだ感想としてはね、ちょっとビター感はあるんだけれども、それだけって感じだな。なんかちょっと味に厚みがないというか、あれこんなんだったっけな。去年もう少しバランスは良かった気がしたんだよな。豆の甘みとかも少し出ていて、あれちょっと味にスカスカ感が出たような気がしないでもないぞ。ちょっと待って、他のを飲んでみよう。あ、そうだ、あと言い忘れていたんですけれども、今回のこのランキング動画もあくまで僕のカズマックスの味覚による主観ですので、まあコーヒーってね、味覚ってね人それぞれ、あれが好きこれが好きとか本当に千差万別だと思いますんで、あくまで主観だと思って一意見として、受け取っていただければと思います。じゃあ次セブンイレブン行きましょう。いいですね。いただきます。美味しい。ちょっとこっちの方が甘みあるな。で、ビター感も弱めだし。柔らかーく飲める。丸くまとまってる。後味もすごくいいし、口当たり柔らかく、引っかかるところがない。すごく飲みやすい。あれ？白の定番うまくなったな。普通にうまい。あ、これだったらね、ちょっと毎朝飲みたいくらいかな。え？じゃあちょっと次、ローソン。あれ？あれ？ローソン、もしかしてちょっと危ういかってぐらい美味しいぞ。まあ、去年ね、ローソン、イエローブルボンで飲めなかったんで、この定番のやつ久しぶりです。いただきます。お、香りが。あ、もう全然違う。結構濃いですね。深い。後からね、舌に苦味も来る、しっかり。あ、でも、口当たりとしては、柔らかく。で、豆の甘み、旨味あるね。
スカスカ感はない。美味しい。飲み応えあるな。うん、やっぱりローソンはね、前々回、初回で1位を取った時に言った通り、しっかり系なんですよ。スイーツとかも、うまく合わせられるなっていう感じの、負けないなって感じの、このファミマとセブンとは一線を画すものとして、ローソンすごくいいなっていうね、ことで1位になったんですけれども。でもセブンちょっと、この軽さいいな。適度なコク、そして丸みがあって、すごく飲みやすい。でもどっちもいいな。どっちかな。あ、てかそうだ、ファミマと飲み比べなきゃ。ちょっと待って、もう 100% 正直に言うからあれ、ファミマちょっとやや落ちたか。なんかね、うまいまずいとかそういうんじゃなくて、そもそもの味の総量、セブンがドーン、ローソンがドーン、ファミマが、なんか減っちゃったかなって感じの、なんかね、コーヒー飲んでるのに、なんかお茶飲んでるみたいな。軽さがいいっちゃいいんだけど、これは、あれかな、濃いめにした方が良かったのかな。まあでもまあこれが普通の濃さで出してるわけだから、まあこれをまず飲んでくれってことだもんね、ファミマとしては。口当たり軽く、後味もそんなに残らず、もうスルーっとね、ほんと軽やかに飲めちゃうんですよ。まあそういった意味じゃ、そうですね、何かと合わせるってわけではなく、まあさっとちょっと一杯飲みたいんだよねっていう感じの、サクッと一杯コーヒー飲みたいんだよねっていう場に合わせるんじゃ、まあいいかもしれない。ただどうしてもこのローソンとセブンイレブンと比べてしまうと、ちょっと力負けするなって感じはしますね。ローソンがしっかりめに出してビター感も結構いってるんだけど、スカスカになってないのは本当すごいね。毎回美味しいわ。このローソン。でも、セブンカフェがね、追随してきてるね。若干冷めてきて、味がより分かるようになって、セブンイレブン、少しほんのわずかですが、酸味の名残みたいなものがある気がします。ローソンは徹底的にビター感。だから酸味が苦手な人だったら、もう、ローソン一択じゃないかなと思います。で、甘く柔らかい感じが好きかなっていう人はセブンイレブンで、本当に軽くさっと飲みたいんだよねって人には、まあファミマかなって感じかな。あれ、ちょっと待ってなおかしいな、ランキング動画なんだけど、まあその時の気分とか好みとかね、あとシチュエーションによって求めるコーヒーってやっぱり変わってくるから、そういった意味じゃ一個人でもこうランキングをバーンと決めるのはもしかしたら難しいのかもしれないけど、いやでもちょっと待って、じゃあ一回決めよう。でもよし、決めました。カズマックスが選ぶ2020年、コンビニコーヒーランキング、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、1位はローソンやっぱローソンかな。このしっかり感がね、すごく好き。まあ機械が今年からなのかな、メリタ社のものに変わったっていうね、話も聞くんですけれども、まあ基本的な味の方向性は変わらず、しっかり系の深いコーヒーとして、すごくスイーツとかにも相性がよく、合わせやすくで、単体飲んでも美味しいと、スカスカ感がなくね、単体でも楽しめるコーヒーで、まあ2位がセブンイレブンかなりね、味上げてきたと思います。かなり美味しくなった。豆の配合が変わったのかな、なんか焙煎度の違うね、ダブル焙煎っていう、要は言うたらアフターミックスですよねっていう、後から豆を合わせるっていう手法をとって、まあ理想の味を作り出しているようなんですけれども、本当に甘く柔らかく、なんか上品ですね。ただ冷めてから飲み下した時に口に残るちょっとの酸味感が、僕的には、まあ、なくてもよかったかなって、もう少しちょっと深くいっても僕の個人的な好みとしてはよかったかなと思います。で、まあ3位がファミリーマートかな。ファミリーマートね、正直去年の方が美味しかったと思った。去年は確かびっくりするくらい味を格段に上げてきて、もうセブンをね、追い越す勢いだったと思うんですけれども、バランスがいい味わいはそのままに、ちょっと味の総量減ってしまったっていう、本当にちょっとボリューム不足かなっていう感じがしました。
うん、だからそうですね、次はちょっと濃いめで抽出してみて、その味を見てみたいかなと思います。多分ね、ケーキとかと一緒に飲むと負けてしまうと、もういけてビスケットとかクッキーかな、癖のないものなら合うと思います。油分の強いドーナツとかだとギリギリかな。むしろドーナツ食べた後にこれ飲んでコーヒーで味をこう口の中をすっきりさせるというか、すっきり系のコーヒーですね本当に。まあ今特に冬ですし、ちょっとこのローソンとセブンイレブンの、ね、飲み応えしっかりとした味わいの方がじんわりじんわり冷え切った体に染みてくるんじゃないかなとちょっと思ってしまいました。まあ夏だったらむしろね、こういうちょっと軽めのコーヒーの方がもしかしたらいいのかもしれない。いや本当に全部実際に味比べするまでどんだけ去年とまあ違うのかなって、まあ、そこまで機械とか豆とかも変わってないようだし、まあ、どうなのかな実際って思ってたんですけど、やっぱ違いますね。もちろん利用する店舗とか、あとはマシンの手入れ具合とか、そういったいろんな状況によって味は変化するとは思うんですけれども、まあ、それでも一応今回ハズマックスが選ぶ、ランキングとしてはこうなりました。ただこれだけは本当に言っておきたいのが、各社コンビニコーヒー本当にレベルを上げてきています。基本美味しい、うん、今無理やりこうランキングをね作ったから、で、比較をしたからこういう感想になったけれども、基本的に美味しい中でこういういろんな味の特徴とかがあったりします。まあ、僕普段うちでね、豆からコーヒーをゴリゴリ引いてドリップして入れて、飲んでる、うちカフェを楽しんでいるタイプの人間なんですけれども、これ全然本当飲みたいと美味しいと出先でちょっとコーヒー飲みたいなって思った時に、あ、セブンにコーヒーがある、ローソンにファミマにあるって思って飲めるような本当に美味しいコーヒーなんですよ。だから僕は本当に嬉しい、これがこのコンビニで美味しいコーヒーを飲める時代が来たことによって、誰でも手軽にね美味しいコーヒーの入り口に触れて、ここからさらにまあ自分でやってみたいなとか、さらに追求してみたいなとか、自分の好みに寄せてみたいなとかいう人がドリップにまた入ってきてくれたらね嬉しいですし、そうでなくてもこれ単純にこれをずっと楽しむっていうのも全然ありだと思うんですよ。そのくらいの美味しさがある、美味しかったコンビニコーヒー3社、はい、というわけで、今回のカズマックスのコーヒーランキング、まあ、一つの、ね、参考にしていただけたら嬉しいです。自分の好みに合わせてコーヒー選んで飲んでみてください。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。